そしてこちらが第2クール初日になります。ここはゲームバッティング行われましたね。このキャプテンが仕上がってるんですよね。さあこちらメルセデス三振に取っていきます。このメルセデスが5つの三振を取ったというのもあって順調な仕上がり。そしてこの第2クールから中島が全体練習合流してきました。この時原監督がね近くに寄っていって肩を叩きながらね待ってたぞというそういった笑顔でしょうか。 WBC で共に戦ったのもありますからこの師弟関係中島としても新しい場所でしっかりと結果を出していきたい。大事を取って別メニューをしていた中島です。この第2クールからバット振っていきました。その中島が持っていたバットを原監督に渡してこのバットのこととかね話しながらありましたよね。8年目今村です。1月23日に入籍いたしました。お祝いこちらまで奥さんの名前北川景子得意料理餃子よろしくお願いします。今の今村投手のお話もありましたね。ご結婚おめでとうございます。シャブルペン菅野です。一球一球本当に細かいところまで話しながらありましたね。それを受けていたのが住谷です。あこれはフリーバッティングに今シーズンから背番号47になった吉川光雄が上がります。岡本も順調。あ山本浩二さんと丸この風船を膨らませる練習なかなかこれ膨らませるのが難しいんですよね。そして先ほどのボードを使って目の可動域これを広げていきます。これがまたね派手な動きじゃないんですけどこれがすごく厳しい練習。これも回転してるんですけども手と足はつけてはいけないんです。地面につけずに体だけで回っていく。そしてこのメディシンボールを使ってその体重移動スピードに乗っていくその感覚を覚えてほしいと言っていましたよね。数々の練習で楽しんでもらいたいとその中で引き出しを強くとありました。あこれもこれ急遽雨が上がってこの花ドームで練習開始と言われていたのがサンマリンスタジアムで急遽開催になったんです。そしたら原監督がこのシートをどかすから見てきてくれている中学生の声をかけて手伝ってくれよとありましたね。この子供たちにしたら素敵なサプライズになったという瞬間ありました。そして手伝ってくれた子供たちと選手たちがね記念撮影こういった支えがあるからこそ練習できると言っていましたね。そしてこちらなんですが朝のアップツアー練習日の時にはこういうふうに参加ができるのがありますからぜひキャンプ地に来た時には参加してより身近に選手を同じ目線にいるんですからね。これだけたくさんの方々が詰めかけてくれている今年のジャイアンツはどうなっていくのかと応援してろとそういう、ね、気持ちを届けてくれています。そしてそうなんです小学生以下の子どもたちは一緒にアップができるんです。これ貴重ですよね。見よう見まねで同じような体勢をして
選手はどんな練習してるのかなっていうのをね体験してくれています。これが先ほどグラウンドのシートを片してくれた子どもたちに原監督からキャンプの帽子プレゼントです。ビーナスのみんなもね来てくれてました。この時は阿部選手が背中の張りがあるということで別メニューということになりましたね。大きな声を出している田中俊太、そしてこちらが吉川大輝、小林、いやいいですねキャプテン。ノックの時に大きな声援がかけられています。このシューです。シュー、シューとスイングしていく丸です。こういうふうにね練習の時にはグラウンドレベルにまで来れるというのもありましたね。子どもたちフリーバッティングをしている時に走塁の練習もありました。多くのファンが宮崎に訪れてくれました。ジャビット君かぶってグラウンドに、これはあのボールがどこから来るかと見えた時にスタートを切ると、そういう走塁練習。これはジャイアンツというロゴが見えたらスタートをするとただこのね瞬間的な判断というのも養っていきたいと鈴木貴博コーチ言っていましたので、